こんにちは、デシキッチンです。今回はシソガパオライスを作っていきたいと思います。まず熱したフライパンにサラダ油、おろしニンニク、唐辛子、みじん切りにした玉ねぎ1/4個分を透明になるまで炒めていきましょう。続いて鶏胸ひき肉、ピーマンとパプリカを加えていきます。ある程度火が通ってきたら砂糖、オイスターソース、みりんを加えて味をつけていきましょう。全体に馴染んできたら大葉10枚を適当な大きさに手でちぎりながら加えていきましょう。最後に醤油で味を整えたら完成です。参考になったらいいねやシェアお願いします。以上、デシキッチンでした。